はい、皆さんこんにちは。今回はですね、山口県宇部市の夢タウン宇部に来ています。では早速ね、夢タウンの中を散策していきたいと思います。いきなり右にフードコートがありますね。早速見ていきたいと思います。マクドナルドにミスタードーナツにたこ焼きとかいろいろありますね。なんか見ているとお腹が空いてきますよね。まだ午前11時前なので開いてないお店が多いですね。清掃がちゃんと行き届いていて、床面がピカピカなんで歩いてて気持ちがいいですね。おしゃれ雑貨館って書かれてあります。この中もね、ちゃんと入っていきますよ。
このおもちゃ屋さんのペリカンっていう屋号なんですけど、ね、宇部市といえばあのペリカンのカッタくんいましたよね、昔ね。やっぱあのカッタくんから来てるんですかね、ペリカンって。どうなんですかね。夢タウンといえばこれですよね、駄菓子屋夢横丁ね。ここでたまにね買い物することがあります。こういった吹き抜けの作りって気持ちがいいですよね。僕はね、個人的に好きですね、吹き抜けは。
ダイソーってすごいですよね。だいたいどこに行ってもありますよね。すごいわ。お菓子美味しそうですよね。ちょっと食べたいけど我慢しますね。僕と一緒に写真撮ろうよって。よし、撮ろう。はい、次回は宇部新川駅周辺をね、散策してみたいと思います。